はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、随意条件、民法134条について解説いたします。随意条件っていうのはもう簡単に言ったら、気が向いたら何々してあげるよとか、気が向かなくなったらもう何々しませんよとか、まあそういった内容です。気が向いたらとか気が向かなくなったら、これが随意条件と考えていただいたらもう大丈夫です。で、条文の内容を読みます。停止条件付き法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみにかかるときは無効とするって書いてあります。この単に債務者の意思のみ、これが随意条件といったイメージで大丈夫です。これ、まずポイントなんですけども、これ停止条件付きの法律行為が対象なんですね。解除条件については対象となっていないんですよ。ちょっとこれも後で解説いたします。まず、この随意条件っていうのは、停止条件付きの法律行為のみ対象で、これは無効になってしまうんだというところを押さえておきましょう。一つ具体例を出します。気が向いたら車をあげるよという贈与契約を締結したと考えます。契約を締結して、気が向くまでは、この贈与契約の効力はずっと停止してるんですね。つまり、ここは効力が発生していません。なんで、車をあげなくてもいいわけですね。で、気が向いたら、こっから贈与契約の効力が発生するわけだから、こっから効力が発生するっていう話ですよね。ただし、この場合っていうのはこれ無効ですよって、この条文で言ってるんですよ。これが134条の内容です。こういった契約は無効ですよっていう話です。これなぜかというと、気が向いた時に贈与契約したらいいでしょという話なんですよ。だからこれ無効にしてるんですね。気が向いた時に改めて贈与契約を締結すればいいですよねっていう話だからです。で、一方で解除条件の場合はどうかというと、例えば気が向かなくなったら仕送りをやめるよっていうような解除条件付きの法律行為を考えます。で、これも単に債務者の意思のみにかかってますよね。気が向かなくなったらって書いてあるわけだから、これは単に債務者の意思のみにかかっています。これ債務者っていうのは仕送りをする側ですよね。仕送りをしなければいけない義務を持っている人が気が向かなくなったらそれをやめるよっていう話なんで、単に債務者の意思のみにかかっていますよね。この場合は無効ではないんですよ。有効なんですよ。これどういうことかっていうと、まず契約をしますね。まあ、仕送りしてあげるよ。まあ、息子でもいいんですけども、息子に対して一人暮らししてるから仕送りしてあげるよ。ただし、気が向かなくなったらそれ仕送りやめるよっていうことなんで、契約を締結して気が向かなくなるまではずっと仕送りしなければいけません。ただ、気が向かなくなったっていうのであれば、ここで解除ってなるわけです。ここからは仕送りしなくてもいいという話なんですね。これについては有効です。この対象となっていないから有効となります。まあ、今回は停止条件と解除条件の、まあ、復習もちょっとした内容なんですけども、ちゃんとこの部分ですね、この随意条件については停止条件付きの法律行為のみ無効となってくるんだというところをちゃんと頭に入れておきましょう。解除条件付きの法律行為はこれ対象じゃないので、その場合は有効ですよっていう話ですね。この2つの具体例を頭に入れておけば大丈夫です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。